こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。いわゆる不買運動の発端となった徴用問題ですが、日本企業の強制売却の手続きに入ったようです。日韓の国交が良い方向に向かっていますね。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。日本の企業が強制徴用被害者に対する大本院の賠償判決に応じないことを受け、本院が当該企業の国内資産の強制売却手続きに入った。手口債保行支部は1日、日本製鉄、当時新日鉄住金株式会社に対し、債権差し押さえ命令決定制法、国内送達場所領収印申告命令などを当該本院で保管しているので、訪れるよう、工事送達の決定を下した。この工事送達期間は、8月4日0時までで、この期間が経過すると、債務者である日本企業に差し押さえ関連書類が送達されたものとみなされる。そうなれば、本院は、職権で差し押さえされた日本製鉄の国内資産、株式について、現金化命令を下すことができる。株式売却後に現金化されたお金はすぐに被害者側に賠償金として支給される。このような決定について大本院は、強制徴用関連の日本企業の資産売却手続きと関連する工事送達の決定が下されたのは今回が初めてとし、これを実行しても直ちに売却するわけではなく、売却命令までは時間がかかる。年内現金化は難しいが、とりあえず手続きが開始されたことに意味があると説明した。これに先立ち、日帝強制徴用被害者のイチュンジク氏など6人は、1997年12月に日本製鉄を相手に、日本の大阪地方裁判所で強制徴用被害補償と賃金賠償のための訴訟を提起したが、2003年に日本の最高裁判所は、1965年に韓日両国が結んだ請求権協定によって個人に賠償する責任がないと原審判決を確定した。これを受けて被害者は2005年2月にソウル中央地方法院に損害賠償訴訟を起こした。1、2審では日本の裁判の効力が認められる判決が出たが、大本院は2012年5月その事件をソウル高等法院に破棄差し戻した。翌年の2013年にソウル高等法院は被害者1人当たり1億ウォンずつ支給するよう判決を下した。しかし日本製鉄など企業は判決を不服として賠償に応じなかった。被害者は昨年初め、日本製鉄の国内合弁会社の株式を押収し、これを売却するよう裁判所に要請した。それではネットの反応です。専門家によれば、日本派国際司法裁判所への提訴と賠償請求、日本国内の韓国企業の資産差し押さえと韓国製品の関税引き上げなどで対応するそうです。この事件と関係のない両国の企業や国民に被害がないことを願うばかりです。国内企業の資産を売却して保証すれば、日本企業に就職した韓国人は突然失業者になるのではないか。ちょっと考えて政治をしてほしい。北からは保証金1ウォンがおろか謝罪も受けられないのに、なぜ日本にだけあのようにするのか理解できない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。